せーの、ブラッドクリスマス。なんだその勝手にテンポ変えて。やあ、せつのけいすけです。バックステップの神様じゃ。で、なんじゃそれ。お前いつもそう勝手にいろいろアレンジしようって。わし合わせるに合わせるんぞ。別にいいじゃないですか。あと今回バックステップの神様さんからスタートです。よし、やっていくぞ。今のことは水に流してやるけえの。トイレットペーパーのこと水に流してやるけえの。今回は特に何も予定はないから、だんだん進めていく回になるぞ。ああ、そうですね。今回っていうか前回ここのところで結構止められたんでね。まあガンガンやっていかないと。プレゼントがね、もうサンタを何これ。気になるところ来ましたね。なんじゃここはなんじゃ。町外れの合成屋、サンタ協会本部、サンタシティ、めんどくさいハウス。めんどくさいハウスってなんじゃ。なんかそれなんかどっかで見たことあるようなタイトルなんですけど、ハウス、あれ俺の知ったのはレジェンドなんですけどね。町もなんか聞いたことあるぞ。でもハウスじゃなかったの、レジェンドじゃの。でしょ、同じ反応ですよね。なんか気になるよね。でも合成が先ですね。そうじゃの。こいつお客の見送りとかそういう役のやつじゃなかったんじゃ。普通に敵だったね。まあ問題なしじゃ。お、魚の骨は手に入れたぞ。魚の骨、あれ骨あったんだろうか。冷凍やけん骨もそんなにカチカチやんかわからんけど、とりあえず、お、なんか左のやつ見たことあるような気がするぞ。確かになんか嫌な思い出があるよ。蘇ってくるような気がするけど大丈夫かな。読む忘れとった。俺やって読む忘れてましたよ。絶望感がすごかったもん今。絶望感がこいつこんなところでもうパート5つぐらい後に出てくるんだら分かるけどさ、もう次のパートにいきなりまだ出てくるって絶望感も半端ないよ。バイオハザードで例えたらゾンビ100体に囲まれて銃もない状態だよ。何このめぐり合わせ。高そう、読んでなかったよ。高そうまでの文章読んでなかった。確か合成屋とか、なんかこいつが合成屋みたいなこと言ってたぞ。マジでこいつ合成屋だったの。何自分で合成するための素材集めようとしてんの。他人にやけど、他人に任せてやけど。高いよ、アンジェラの合成はめっちゃ高いよ。お前は軽いけどな、ノリが軽いけどな、人に物を頼むのが軽いけどな。たく、こんなとこ来るんじゃなかった。おいとバックステップの神様さんもそう思ってる。帰るわね、別のところで合成は頼むかもするわ。別のところってあるんだろうかな。はっはっは、この世界で合成はただ一人アシレちゃんだけだぞです。キャピー。ああ、また読む忘れた。絶望感が半端なかったもん。絶望感半端なかったもん。もうなんかすごいお互い絶望感に駆られすぎちゃ、視聴者の皆さんにも分からんよ。分からんけど俺たちにとってめちゃくちゃ絶望よ。だからって読まんのはちょっと失礼しました。すいませんでした。1億ガールだ。ほう、これめちゃくちゃぼったくってる。もう画面の中入って向こうの世界に入ってアシェラを殴りたい気分。ピッチゴールドにしなさい。どっちも極端だな。合成矢が使えるようになった。この合成矢が使えるようになったって本当は希望の文字なのにね、今じゃ絶望の文字ですよ。確かに合成矢では一部のプレゼントを合成して武器、防具、アイテムを作り出します。合成費用は高いのでサンタ業界にプレゼント届けてゴールドを稼いでから行いましょう。でもお高いんでしょ。その通りってなるからね。
ひどいことです。こいつには頼みたくないわ。こっちのやつは合成じゃないのかの。サンタ協会の小松菜です。道具が欲しい方は購入、プレゼントをお渡しいただける場合は売却をどうぞ。あ、これがサンタ協会のやつなんだよね。こっちは信用できるわ。こいつに今までのプレゼント大体を売ればいいんじゃないかの。合成の方もあるげんけど、合成が隣にはあるってんが、まあぼったくり合成屋やけど、もう銀座に来た気分ですけど、銀座のものが全部ぼったくりとは言わんけど。話しかけましょう。そうだの、どうしても話しかけなあかんような気がするの。はいはい、いらっしゃい、アシェルの合成屋にようこそ。どんどんご自体していってね、キャビ。あ、でも意外と良心価格。そうやな、一応良心価格じゃが、素材が結構知らんもんがたくさんあるの。そうですね、こいつこれ神々の白い粉っていうアイテムの割には素材マヨネーズ使ってるやん。で、豆腐クッキー、それダメだね。よっぽど腕の悪い主婦なんだね、これは。これミスマッチにも程があるぞ。冒険しすぎたな、それは。いや、たまにあるよ、たまにテレビの番組でやいよるよ、あのなんか絶対合わんだろうと思いながらも合わせてみたらうまいみたいな素材のやつあるけど、これは違う気がする。お、愛から HT ハーツとかいう HP を上昇させるアイテムができるとか、なんかそれはわかるぞ。確かに愛ね。おじゃからプチポーションができるっても中で複雑な気分やね。そうだな、なんかコラボでしょ、プチポーションジジイに好まれそうな味じゃないかの。かもしれません。和菓子に合いそう。和菓子に合いそうなポーションとか聞いたことないよ。お、こっちは武器かの。今これ綺麗な刃さえ手に入れば、この鉄拳銃が手に入るぞ。確かに、これはどんどんプレゼント手に入れていかんかったら作れるもんも作れんね。これこんなにたくさんあるんじゃな。プレゼントが適当にっつうかランダムに出てくるんで難しいですね、狙ったアイテムを作るっていうのは。作れるもんを作っていくぐらいの感じじゃないとダメですね。そうじゃの、難しい、ランダムは難しい。このランダム要素ってのは結構、あ、そのタラン分をこっちからちょっと加えていくみたいな感じなんですね。なるほどの。あ、でも武器はたくさんあるぞ。これがちょっと元になってくるんじゃ、重要やね。ちょっとどんなものを打ってどんなものを買うかっていうのを考えていくんで、ちょっとこの辺カットで。人参、結果的にここでちょっと何がどう減ったかっていうの分からんと思いますが、もうちょっと左の武器防具で既に持っとるやつで、合成に使えるやつっていうのがこういう感じではあるんですね。このデスクトップパソコンに新しいパソコンみたいな、あと一つないし二つで完成するみたいなやつがあったら、その素材は残しておく感じにしてあります。ピーマン、まあそれは残しておいて適当にバンバン売りました。もう考えなしに売りました。今言うたあと一つで合成できるみたいな素材のやつがあるんだったら、それは残してね、残した上で他こいつはまだ使えそうにないなっていうわけだと適当に売りました。適当でいいのかの。いや、この世界はもうさ、運ゲーみたいな、もうちょっと麻雀みたいにね、やってきたらそれでなんかやるみたいな、そういう系のゲームでやっていきたいと思います。そういうスタイルで、でもってね、 HP ハーツとプチポーション1個ずつ作れたんで作りました。で、今からちょっと武器買えるやつ買っとこうかなと、そういうところです。お金が貯まったんで。これはあれやね、剣がモコちゃん用、こっちがこっちの杖がレインジャー用なんですね。なるほどの。確かに持っている数の方にレインジャーが光ったり、このモコが光ったりするときがあるの。なるほどって感じでしょ。つうわけで、まあ両方ともの装備を与えたいんで、ありきたりの剣貝をこっち買って、ノーマルワンドプラスっていうのをこっちを買ってと、僕とりあえずセーブ。装備はね、装備武器何も持ってなかったの。武器何も持ってなかったから戦いよったんじゃ。レンジャー別に杖なくても魔法使えるんじゃの。多分杖は
見た目の十字取ったのやな。な見た目から入らんかったらあかんっていう掟があるんでしょうね。こっちも。てか、これでも、もこ。剣持たずに戦いようだんだよ、これまで。じゃあ、引っかいたようなエフェクトなんだったん、爪でやったんじゃ。どんな長い爪持ってるんじゃ、もこちゃん。爪切れよ。もこちゃん、爪切れよ。赤たまるぞ、お前。そんな感じ。武器持ってなかったってことは、外した武器を売ろうと思ったけど、無理ですね。なるほど。ここからアイテムが出てきたりせんかな。アイテム出てきたりせんかな。こういうとこから。出てこんわ。そんなイカラカラじゃないわ。よし、行きますよ。説明でちょっと時間食って。何これ。目標更新。合成屋で準備を終えたらサンタシティに向かおう。なるほど。ようやくサンタシティに向かうわけじゃな。セーブしたいっすね。早よセーブせんかったら、ここでの過程台無しになりますからね。そうじゃの。の。サンタシティは左か。んじゃあそうやね。あ、でもそのままサンタシティ行くよりもめんどくさいハウス行きたいんやけど、サンタシティの方に多分もしかしたらセーブポイントがあるかもしれんので、そっち行きましょう。オッケーじゃ、行くぞ。このまま左ってわけじゃないよな。この道のりじゃの。よし、こっちですよ。お、これ、お、こいつ羊前も見たよな。でもラム肉持ってなかったはずじゃ、まだでしょ。そうじゃろ。プレゼントボックスやったぞ。今アイテムが欲しがってたところだからの。本当ですよ。ああいう合成アイテムが出て、合成屋が出てきて合成にアイテムがめちゃくちゃいるって考えたら、もう嫌なもん見たの。嫌なもん見ましたね。こいつら戦わんかったらいけんのじゃ。絶望感パート2ですね。やばいの。とりあえずセーブしてるんやけどの。サンタ協会本部、この先は関係者しか入れませんよ。お一人ください。ケッチ。セーブさせてほしかった。多分サンタ協会本部というからにはセーブポイントの設備されとるなら、設備が整っとるはずなんよ。整っとるはずなのに行かせてくれない。ケッチやの。セーブさせてくれるだけでよかったのに。あ、じゃあここセーブあるかもしれんぞ。めんどくさいハウス。あ、でもめんどくさいって言うからには、セーブさせてくれないめんどくさい要素がありそうな気がするんですよ。そういうゲームを前やったことがあるような、ないような、似たようなタイトルだったような、違ったような。お、これはセーブ、この色合い何なんじゃここ。なんか景色がやってるのか。ちょっと電球の無駄遣い、電球節約して安い電球したな、このやつ。この建物だからちょっと消えかかってんじゃないか。お姉ちゃん、ここなんだか不思議だね。ええ、少し空気が違うっていうか、なんだろう、頭がクラクラするような。やばい、催眠おっぱ的なものが流れているのか。はぁ、知らんわそんなこと。頭が揺れてるような、視界がぼやけてるような、変なとこで。めんどくさくはなかった。て、待てよ、これあれじゃん、このメイドの女の子といい、こいつといい、配置があれじゃん。めんどくさいレジェンドのところの、めんどくさいレジェンドの最初の城の配置やん。ほっ、確かに、わしめんどくさいレジェンド、お前さんの実況見たことあるからわかるけど、確かにそうじゃん。でしょ、この女の子。この女の子に、最後、嫌われて、腕折られて、野球人生終えられたんですよ、僕、一回。はぁ、忙しい、忙しい。今回はそういうイベントないらしいけど。よかったよかった。イエイ、クイズしようぜ。こいつは相変わらずだ。やめとく、今セーブが優先。あ、こいつもシリモン使い、不死確認使いよった。レッツゴー、サンタバトルしようぜ。こいつも相変わらずだ。相変わらずじゃな、みんな。世界がこっちの世界に移ったみたい。じゃがこの世はなかったよの。なかった。ちょっとだけ未来に進んだな。2、3年後ぐらいの世界なんかな。でも配置は人の配置、物の配置はめちゃくちゃ似てる。そのままですよ。あ、ポピオに一瞬変わるやつ。変わらない、今回は変わらない。うわひー、萌えだー、ポピオよ永遠に。すごいね、こうなるとすごい懐かしいですよ。俺は確かにお前にとっては懐かしいかもしれんが、なんかあるのかな、めんどくさいハウス。
ただめんどくさいだけじゃないでしょこれ。ほうほうほう、プレゼントをあげよう。お、こいついいじじいじゃの。お、本当にいいじじいじゃ、助かる。二人でよ仲良く分けるんじゃよ。どう分けるんでしょうね。わからん。それよりセーブポイントだよ。うん、あんた大好き、かわいいっすね。うち、ここでアイテム屋やってるんすよ。よかったら買っていくっすか。お、これはなかなか掘り出し物はありそうじゃぞ。確かに、いけるかな。なんか面白いもんは。あー、あ、これ素材アイテムに。お茶ってあれ、プチポーションの素材に。素材の方が高ないこれ。え、プチポーション。あ、え、プチポーションってあれだ。え、お茶から作るやつよな。なんで素材の方が高い。加工後の方が安いってどういうことこれ。おかしい、これは物理的におかしいぞ、商業的におかしいぞ。これはあとこんな感じで素敵なプレゼントなあ、気になる、気になるぞ。素敵なプレゼントで出たけどなかったような気がするけど気になるぞ。何が素敵なんじゃ、気になる。300円払って買いたい。買ってしまいましょう。これを見るのは最後じゃ。ミラノ州楽しみにしとけ。鳥より話しかけるで行くぞ。これ王様が無限の眠りについてからどれほどの時間が経ったでしょうか。無限のネズミについてるオッケー、もしかしてノノノノの王子が帰ってからというものこのような感じなのか。ああ、王様、レジェンドポーションさえあれば助かるのにどこにあるの。私が持ってます。お前が持ってんのか。じゃあ渡せ。お前執事じゃぞ。それくらい渡してやらんか。え、私が持ってるまでですわ、レジェンドポーションは。そして王様を無限の眠りと誘ったのも私。そう、私が黒幕なのです。変なカミングアウト入った。もしレジェンドポーションを使って王様を助けたいというようなものならこの私に300回話しかけるのです。こんなところで面倒くさいレジェンド入ってきた。300回ですって。しかしこのゲームは面倒くさいレジェンドないブラッドクリスマスだ。レンジャーにその道理は通用するのか。さあ地獄の始まりだ。本イベントをクリアしたところに何もありませんのでご注意ください。めんどくさいレジェンド、過去のめんどくさいレジェンド の定番ネタを楽しみますコーナーか。そういうアミューズメントパークだったのかここは。そんなんいらんわ。ゲームの進行に関係ないんだったらスルーじゃ。それよりもセーブじゃ。セーブボードこっちにあるかの。なかったらちょっとつらいね。戻らなあかんわけです。わあ、こいつも久しぶりに見る。くそ、ここならミキサーがあるかと思って忍び込んだが調理器具が一つもないだと。知らんわ。さーて、クイズとかもあるんやけどやっぱセーブしたいっすよね。そうじゃそうじゃ、だから戻るぞ。正解。みんなお待たせ、今回のプレゼント思いつかんのでやめます。なんじゃそれ、中途半端なプレゼントもって言ったんやけど、その後の言葉も言えよ。いや別にいいじゃないですか。それよりもバックスブロック神様さん、今回のプレゼント開けちゃいましょうよ。お、分かった。な、あ、そうじゃそうじゃ、それよりも重要なことがあったんじゃ。何ですか。前回のパートで紹介してない見てないアイテムがあったみたいなんじゃ、というコメントをしてくださった人が視聴者さんの中にいたんじゃ。ああそうなんですか。ああなるほど、じゃあそれ見てからやけど、よう考えたら適当に打ったけどその中に見てないやつがあるかもしれん。バカかお前は、そういう展開を予想してなかったのか。予想してない。たく、どれがそうだったかって正直覚えてないけど、これ見た、これも見たわ。魚の骨、あ、魚の骨がさっき手に入れたやつ、そのまま、うん、そのままじゃ。典型的な猫が吸い取るやつですよ、好きなやつですよ。なんじゃったかな、青プレゼントってね。あ、これは見たわ、これは見た。青見たの。見ました、見ました。え、じゃあどれじゃ。愛のバラなんか見、なんか書いてある。ロリナロスの愛のバラ。
なんでロリに限ったんじゃ。わからん、わからん。ブラックですね。なんかブラックな感じがしますね。それよりなん、ダメじゃん。あ、素敵なプレゼント。ヒナトって中の人物に見覚えか。見たことあるな。誰とは言わんけど見たことあるよ。素敵なプレゼントですよ。素敵なプレゼントなのはわかりますよ。真の折れた鉛筆は見た。前回のパートを最後に見た。の使用済みのスクミズを見たような気がする。キララちゃんって誰やっけって思ったんじゃったの。そうですね。あ、ロリの森を見てない気がする。なんかちらほら独創性が 4DS って 30DS があるのにまだ 4DS のソフト欲しかったやつがおるんかの。やばい、何世代前になる。それ 30DS の引いて24やな。24世代前ってだいぶ前のもの欲しがってる。どんだけレトロゲーム好きなんだ、このゲームを欲しがったやつは。すげえな。俺らの時代、お前の刹那圭介の時代から考えてらセガサターンとかそのあたりだろ。セガサターンってマイナーなもん出してきても、まあそうやけど、セガサターンちょっと古いからね。セガサタンとかじゃないよ、24世代って。ゲーム&ウォッチじゃないか、それを例えるなら。そんなに前かな。ゲーム&ウォッチぐらい前じゃないと。24世代前じゃもうそれでも足らんか。それでも足らんな。もう規格外なレベルでレトロだよ。そんなこと言おらずにさ、他にないかね。ないような気がする。どうやったかの。もうその辺ちょっと、もう売ってまったな。多分売ってもだね。悪いのみんなの衆、視聴者のみんな売ってもったと思う。やっちまったよ。というわけでプレゼントボックス開ける回になります。お、じゃあ行くぞ。なんかプレゼント勉強道具多くないか。なんみんな結構勉強しちょんかな。勉強してないですアピールしよう人が多いつうか、自分勉強できないアピールが多いみたいな、留年するかもしれないみたいなことをツイッターでつぶやいておきながら結構勉強できるタイプの人が多いんだろうか。そんな気がする。じゃあ2個目いくぞ。これはもう欲望の塊だよ。お前はもうこの作者を怪人に出ればいい。怪人に、怪人の世界に出ればいい。ギャンブル王者、ギャンブル王。3個目トナカイのパンツとかかっぱらってきてんじゃないよ。このパンツを提供してるトナカイの気持ちになったらわしは嫌な気分だ。ただね、一つ覚えとんですよ。あと一つ素材が足らんっていうやつにトナカイのパンツあったような気がするんですよ。お、ってことはこれラッキーじゃなかったのかの。そうなんですよ。ってことで合成屋に行ったらこのトナカイのパンツ作ったアイテムが手に入ると。なんでもトナカイのパンツから作ったアイテムって言うたらなんか触りたくないですよね。同感じゃ。4個目じゃあこれさっきの面倒くさいレジェンの昏睡状態にある王様からパシってきたろ。これなんかもう掃除しか思えん。眠らせたのもこの椅子を取るかためかの話しつじかもしれない。そういう欲望があったんじゃ。この椅子がどんだけ気に取ったんじゃ。あのしつじの方、執事はこの椅子結構気に入っとったんじゃ。王様座ったるけん、その王様さえ眠らせればこっちのもんじゃって言うて盗んできて提供してるやん。もしやと思って見返してみたら確かに椅子はありませんでした。というわけでラスト行くぞ。まだ出てきた、これ愛。愛は確かに大切です。大切ですが、それをプレゼントとして人に、子供に与えるのはどうかと思います。刹那圭介です。というわけで今回は実況ここまで。毎回毎回のパート展開が遅くてすみません。しかしそれでも見てくださった方には幸いです。そういう視聴者さんには僕は愛を感じています。言うなればこのプレゼントを毎回毎回視聴者さんが再生回数で受け取っているという形になっております。というわけで皆さん、この動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。週明け、なんかお前うまくまとめたつもりじゃろうな。はい。
めんどくさいハウスとかめちゃくちゃ懐かしいもん見れましたやん。よかったの、刹那圭介。あ、俺過去にめんどくさいレジェンドの実況をやってましたんで、ここにめんどくさいレジェンドの再生リストの飛ぶためのボタンを置いておきますんで、そっちもよろしくお願いします。抜かりないの。